ではでは、今回は稲刈りレースだぞ。こちらやります。スタート。スタート。おや、今日は稲刈りのお手伝いをします。稲刈り、稲を刈るとお米が取れるんですよ。さあみんなで収穫しましょう。たまにカエルがいるので気をつけましょうね。カエルがいる？あ、トンボも飛んでる。あ、カエルいるね。画面をタップで稲刈り。どういうこと？こんな感じで連打すればいいってこと？え、カエルは多分当たっちゃダメなのかな。あ、こういう感じか。あ、レースだから他の子と競争するんだ。なるほどなるほど、こういうことだ。収穫40束やった。第2回戦ありそう。稲刈りしたけどお米がないぞ。稲からもみ殻を外すとお米になります。何かと大変ですな。脱穀と言います。やってみましょう。脱穀だって。え、何これ、何これ。ちょうど良いスピードにしよう。どういうこと？え、どういうこと？どういうこと、どういうこと、どうしたらいいの？あ、こういうこと？あ、なるほどね。このロールを回すんだ。ロールを回してこのちょうどいいスピードを維持しなきゃいけないってことだ。なるほどね。これでお米を取り出す。やったー、脱穀できた。お茶碗38杯分だって。結構な量だね。93267粒。あ、終わり？終わりか。なんかこっから続きそうな気がしたけど終わりか。そっか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 。これ多分モードないもんね、今の感じだとね。スタート。じゃあこれさ、逆に負けたらどうなのかな。やってみよう。このレースで負けるとどうなる。あと何かしらやってみよう。みんな頑張って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 。あ、風間くんがカエルにぶつかったね。みんな見えるように、しんのすけもちょっとね前進もうか。風間くん全然ダメじゃん。マサオくんが意外と早い。あ、マサオくんが1位。あ、マサオくんが1着だ。収穫27束。え、これ0束だったらどうなるんだろう。今度0でやってみよう。で、次このお米を取り出すやつ、ダクダクだっけ。これで早くしまくったらどうなるの。逆にちょっとスピードが速すぎます。え、速すぎちゃダメなの。あ、速すぎたら速すぎたで進まないんだね。先にちょうどで脱穀しなきゃいけないんだ。なるほどね。スピードを維持っていうのが必要。さあこれで出来上がりと。さっきはお茶碗38杯分だったけど、あ、今回21杯分になった。量変わった。え、でもこれランキングとかないもんね。ランキングとかあったら面白そうだけど、特にランキングとかない。え、じゃあ最後さ、これさ、稲刈らんかったらどうなの。今回は稲刈りませんよ。稲刈りません。みんな頑張って、みんな頑張って、みんな頑張って。今日の晩ご飯のお米のために頑張って。ぼーちゃんのぼーちゃんの顔にカエルついたけど微動だにしなかった。めっちゃおもろい。ほらかわいい。いいねいいね。でもここからだと誰が1位とかわかんないね。あ、今回はねねちゃんが1位だ。収穫0束。あ、しんのすけの顔が変わった。あ、終わった0束だったら終わるんだ。へえ、やっぱダメだったんだね。じゃあまた違うゲームやろっか。今日は何しよっかな。なんか秋っぽいのがいいよね。
秋っぽいゲーム。運動会をするのもいいけど、運動会は2つあるな。白のお家でも作ろっか。今日は白のお家を作るぞ。今日は白の家を作るぞ。父ちゃん、おお父ちゃんすごい。まずは板を切る。ふむふむ。白の家を新しく作る。あ、こんな感じでね。もうね、これはね、想像でね、やらなきゃいけないんですよね。発想力が大事。このゲームはマジで発想力でゲームをする。ルールなんかない、説明書なんかないからね。もう自分が思ったように指を動かしてやらなきゃいけないゲームなんですよ。さあ、白のお家、いい感じにできるかな。これ、引っ張りすぎたらあかんか。奥に大きすぎても無理やもんね。やっぱりこうやってね、削らなきゃダメなんだよね。ちょっと大変だね、マジでね。指で削らなきゃいけないから、指も削れそうでね、ちょっと痛いかもしれないね。やったー、グッジョブー。で、どうなんだ、ここから。さあ、この切った板を、次は釘を打つぞ。任せて。手を打たないように気をつけろよ。釘打ちはなかなか怖いからね。タップかな。ちょっと待って。あ、押したところが釘打ちになるんだね、今回は。なるほど。あ、ほら、面白い面白い。ちゃんとあるところを叩ける。いいね。白めっちゃ微動だにすごくや。え、これもさ、こんな感じで動いてる。変な打ち方になっちゃった。変な打ち方にもなるの。どうかなどうかな。あ、でも大丈夫そうやで。まっすぐ入ってないけど大丈夫そう。とりあえず成功っぽい。なんか指ハートになっちゃった。お家ができたぞ。色かな。あとはペンキを塗って完成だ。ほら、あの、おセンスに任せなさい。センスな。あ、色決めれるんだ。へえ。じゃあ、せっかくだから、いつもの白の家じゃない感じにしよっか。自分のセンスが試されてる。あ、模様とかもつけれんじゃん。え、すごい。なにこれなにこれ。え、じゃあ、どうしようかな。青がだって、いつもの白だもんね。じゃあ、あえて赤にしてみようか。赤とオレンジの家にしよう。じゃあ、屋根を赤にしてこの周りをオレンジにします。あ、なんかオレンジ嫌やな。明るすぎるかも。あ、帰れた。いいねいいね。あ、すごい、なんか変な感じになっちゃった。なんか微妙だな。やっぱこんな感じだな。でも無難すぎひん？無難やな。ここちょっと色変えたいな。何がいいかな。怖い怖い、キモいキモい。やばい、どうしよう。やっぱ白がいいかな。どうしよう。これはこれでちょっと怖いよね。なんかね、やっぱ明るい感じのお家がいいよね。で、模様をつけよう。星。あ、すごい綺麗。あ、面白。なんかね、風呂敷マーク、ハートかわいい。あ、レンガ、そうだね。やっぱ星かな。欲しいね。で、ハートつけたいな。ハートちょっとここじゃないな。絶対ここちゃうもん。どうしよう。これはこれで可愛いけどな。なんかアメリカっぽくない？なんかアメリカっぽくて、ちょっと違うなって感じ。どうしようかな。こんな感じの方がいいんかな。じゃあ、あ、白の模様がついてるのいいね。いいじゃん、いいじゃん。この緑が気になる。この緑を変えたらいいのか。あ、ここの色も変えれるんだ。マジかマジか。どうしようどうしよう。待って、めっちゃ悩む。面白すぎる。自分のセンスが試されてる。やっぱ緑か。こんな感じか。こんな感じだね。
でここも多分模様つけれるから模様つけよう。横はレンガみたいな感じがいいんじゃない。いいねいいね、すごいね、かわいいね。で白のネームプレートどれにしようかな。これ普通だもんね。あ、これかわいい。あ、これいいね。あ、でもやっぱ骨がいいかな。これいいな、これにしようかな。のれんつけといてあげよう。やったー、白にぴったりの家だぞ。気に入ってくれるかな。お手伝い完了。え、めっちゃ楽しい。これ一番楽しいな。自分の発想力が鍛えられるもんな。ゆるりゆるゆるお元気、くるりくるくる渦巻き、お尻ふりふり魅力的、くればみんなで尻尾。